はい、全勝バランです。はい、かのちです。よろしくお願いします。そうですね。冬が始まりますね。ああ、もう寒いよ。寒いですか。寒い。寒いですか。よくさ、この体型だとさ、冬そんな大丈夫でしょとかって言うじゃんか。去年も言ったこともう一回言っていい？冷凍の肉は溶けないんだね。今回ね、スニーカーをかのっちに紹介しようのコーナーなんですけど、かのっちを見てくれたよね。見た。俺結構自信あんだよね、今回。結構やられてるぞ俺今。やばいと思うんだよね。ちょっと実物。はい、ということでね、見てくれてる皆さんはわかると思うんですけど、僕がね、最近買ったスニーカーでね、すごくね、かのっち好みなんじゃないかなーっていうね、靴があるんですよ。それをね、ちょっとかのっちに紹介してね、おやまあ、いつも通り評価してもらおうかなと。いやー、今日は出るか星4つみたいなね。ちょ、画面越しに来るオーラバシバシだぜ。ということでね、本日紹介するスニーカーはこちらでーす。プーマ。プーマ。ねえ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 、俺ね、この間触れなかったんだけど、箱ボロボロじゃね？本当だ。なんで？これすごい切れちゃってて、ここもぐっしゃりいってんだよ真ん中。何があったの？反省しなきゃいけないことなんだよね僕。何？電車のドアに挟まれました。駆け込み乗車ダメ絶対。何ペタペタなことやってんのお前は。やってしまいました。この場をねお借りしてね。おや。謝罪させていただきます。もう二度と書き込み乗車しません。よろしくお願いします。本当に申し訳ございませんでした。いやー、経験しないとわからないね。挟まれるって僕40年間ドアに挟まれたことないんですよ。ぶつかったことあるけどな。電車じゃない。オッケー。そう40年間ね電車のドアに挟まれたこと一度もなかったんですけど、初めてね荷物を挟みまして、もうこれオフホワイトの箱だったらどうしてたんだろうね。本当だよね。その場で。泣き崩れしたと思うよ。じゃあ、いきますよ。ドンドン。おほー。プーマディスクスイフトテックというモデルになります。はい。これはですね、ワイズリミテッドさんとミタスニーカーズさんのコラボになります。はい、別注モデルですね。はい。どうですか？すっげえ、今初めて告白していいですか？はい。俺さ、ずっとお前たちが。お店に並んでるこれをカチカチしてるのを見ながら、俺は絶対するもんかと思ってたの。本当はしたくてしょうがなかったんだよ。カチカチしましょうよ。絶対カチカチするもんか、お店でなんかカチカチするもんかと思ったんだけど、目の前に置かれてみる、やるよね。してよしてよ。わ、すげえね。これでね教えた通り外れますね。ね、緩めにやる方もねこれする必要ないと思うんですけどね。ちゃんとギュッとしたい人はねこれでいいと思います。かっこいいね。見てこのトゲ、かのっち超好きそうなトゲ、もうビンビンですよ、ビンビン。正直な言っていい？はい。このトゲもすごい好きなんだけど、俺今さ欲しいさポジットあるじゃん。あのポジットのここが光るんだよ。ああ、はいはいはい。蓄光がね。もうこれいいよね。ねえ、いいよこれ。これ本当俺暗闇で歩きたいもん。蓄光したところを見たいって言ってた人がいるんだけど。おや。ちょっとやってみる？ちょっと、あ、いけそうな感じしますね。いくよ。3、2、1、GO。おお、すげえ。こっち光に当ててない方、こっち光に当ててる方。そう。あ、結構光るじゃん。すごいじゃん。あ、いいじゃん。ねえ。よいしょ。よいしょ。もうね、本当にこれ画面じゃわかんないところの気に入ったものとこ行っていい？ここすげえ素敵。ここね。何これ。これね、プルンプルンの。ね。やーべえ、これかっこいい。でね、ヘビ柄、やっぱりこれクモの巣に見えない？見えるでしょ。これかっこいいね。これもねかのっちスパイダーマン大好きでクモ好きなのよ、すごくね。いやーこれかっこいいわね。リボンもかわいいでしょ、ブルー。ブルー悪くない。これ本当にいい。これすごいいいアクセントになってて、これなかったら僕は買わないけどね。ああそうかもね。全然買わない。いやーこれやばい。これやばいでしょ。これやばいね。これね、履き心地も意外といいんですわ。マジで通常のディスクブレイズよりもこっちの方がいいと思ってます正直言って。ということでね、門倉さんもうね今日はいい感じなんですよ。すげえいい感じなんですよ。なので履いてみてもらっちゃおうかな。履いていい？履け履け。履く履く。履いて。いやかっこいい。ということでね、履いてみましょう。はい、どっち履いてみました、はい、どうよ、似合うね。これやばいな、これ初ディスクしたじゃん今。うん、何この一個一個回すたびに、あ、これ買いに行っていいんじゃない、マジで買っていいんじゃないっていうカチカチ感わあ、かっこいい。トゲがまたかっこいい。これいいな。ていうか似合う。これナイキ以外で俺初めてここまで上がってるかも。マジで？おお。でこれだってそこ光るでしょ？光るよ光るよ。すげえな。あ、かっこいい。やべ、かっこいい。いや、これはいいな。これいいな。いや、ナイキもいいんだけどさ。うん。これいいな。ちょっと履き心地面白くない？すごく。履き心地も悪くない。全然いい。俺好き。すごい好きで、俺も。なんだろう、こうアウトドアっぽい履き心地っていうか。うん。あ、これいいな。何がいいってこれ多分そんなに季節選ばないっしょ。選ばない選ばない。夏もめちゃくちゃかっこいいし、冬もすごいいいと思うし。しかもね、三田スニーカーズさん並べんですよこれ。やばい。やばい。やばい。はい、門倉先生。ご満悦でしたね。久々ですよ。ずーっと1だの2だのが続いてきてね、益子さんはね、心折れてたんですよ。これいいわ。もうどう見ても角っちなのに、うん、この青が本当にお前っぽいな。そう、この青のおかげですげえかっこよくて、しかも俺が履いてもこの青いい感じだった。いいのいいの。え、これおいくらって言いましたっけ？ネットで買うと22,000円の消費税だから23,000円ちょっとだよね。ネットでね。うん。店舗で行くと8,800円の消費税だから9,500円。どこ上野だな。はい。はい、ということでね、門地すごく気に入ってくれてるみたいなんですけど、せっかくなんでね、ちゃんと評価してもらおうかな。まあお前今回は分かりきってるな。今回ね取れなかったら俺は嫌だよ。はい。ということでね、門倉さん。こちらのプーマディスクスイフトテック、ワイズリミテッドと三田スニーカーズさんのコラボですね。トリプルネームっていうものです。こちらの方を評価していただきたいと思います。いつも通り星3つでお願いいたします。もちろんハドッチの独断と偏見でございます。ご了承ください。ということで門倉さん、こちらのスニーカー星いくつでしょうか？こちらのスニーカー、益子さん、この後時間ある？はいはい。何を言いたいのかが、ちょっとだけ、なんか嫌な予感がする。おやよ、こちらのスニーカー。はい。星。はい。即買いの4。4！ 買いたいの？今すぐ欲しいの？欲しい。もう一回聞いていいですか？ネットでおいくら？22,000円の消費税。現場で？8,800円の消費税。イエーイ！もう何がいいとかそういうレベルじゃなくて、もう超越してる。もう欲しい欲しい欲しいもん。何これ。オッケーオッケー。ちょっとまあ一旦閉めてちょっと会議しよう。とりあえず欲しいっていうことは分かった。そして星4つというね、新たな評価が生まれ、即買いという。これいいと思うよ。本当にナイキ以外で俺多分初めてここまでビビッときたもん。ああ、なるほど。おお、ということでね、すごい評価をいただきました。ちょっとね、これからちょっと作戦会議をしたいと思います。はいはい、ということでね、あ、ちょっと僕もご機嫌ですよ。一応ちょっとこの後めんどくさい気がしてますけど、ちょっとめんどくさいなーと思ってますけど、まあご満悦ですよ。はい、ということで以上、青春オーバーランでした。またねー。